はい、じゃあ、はい、あれどうです練習ですか。練習した方がいいですよね、先に。はい、ね、練習しながらね。じゃないですか、歌いながら軽く、うん、アカペラでってことですかね。まずじゃあゆっくり、はい、これは右手、右手ですね、右手ですね、右手を出していただいて、グラグラのタイミングで手をこうポンと押してする感じかな。そう、押して押して、はい、押して引く、グラグラ押して引くで、恋をしてから領事が、ね、超滑らかじゃん。え、すごくない松田くんの、あんな滑らかに。これです。うぇーいうぇーもういいよ。押してから今日もき未来ずっとプレシャスな、ずっとプレシャスな毎日、ウキウキね、まあ、はい、乗って、たまに落ち込んでばめなと、これは左、右からす、右、左、左、右、右、左、右、落ち込んでですね。やっぱ大人かでやんないと難しくない。そうですね、通して確かにやりますか体操のお兄さんみたいな、すごい落ち込んであー、まあじゃあちょっと音流してやりません。ちょっといまいちわかんない、はい、一回やってみましょうか。じゃあ、はい、じゃあ急に来るのかな急にいけるか、行きましょう。あれのバージョン、あれのバージョン、マジで完璧じゃないですか。大丈夫ですか。完璧、完璧でした。こそ練はしてきました最高です、最高、最高、最高、ありがとうございます。遊べてました、すごい、遊べてました、ね、あの本番前にあの医学にもちょっと お世話になりまして、でももうあのちょっとあの教えるというか、まあ、こうですよっていうのを言ったんですけど、もう教えることが何もなかったです。なんなら俺ちょっと間違えちゃったんですけど、はい、完璧でした。ダメだ教えようとしたら間違えちゃったんですけど、さすがですな、すごいな。だからそれもだからこう役作りとか多分やるのがこう反映されるんだよね。あ、確かに、はい、なんかさすが やめてくださいそんなことないですそんなストイックですな。あるかもね、うん、いやそう、まさにそうだろうね、うんうん、ちょっと、はい、黒沢のイメージちょっとあれですね。いやでも黒沢さんなくなっちゃうと、黒沢さん踊りもすごい。いやいや、やめてください。あの黒沢、いや黒沢のおかげであのだいぶハードル何でも高くなってる。なるほど、ちょっと恐ろしいですね。あ、いや、そう、なるほどね、そういう風に見られちゃうんだな役になっちゃうとね。なるほど、なるほど。はい、ということで皆さんもぜひ、グラユラダンス踊ってみてください。よろしくお願いします。わーす。